こんばんは、春風旅行者の佐藤でございます。今回はポーランドですね。私どもが一番好きな国ポーランドです。そのポーランドのですね、クラークフにあるバベルの竜、これもバベルの竜っていうのは像も竜の像もあるんですけれども、実はバベルの竜っていうのは伝説があるんですね。今回はその伝説とですね、そしてそれにまつわる観光スポットをご紹介したいと思います。まずですね、現在の状況ですので、皆様が一番気になっていらっしゃる新規感染者数の状況ですね、これポーランドです。ちょっとこれグラフを見てください。ですね、4月の頭ぐらいからですね、よく言えば安定している、悪く言えば下がってないという感じなんですけれども、6月の12日現在、一番こちらですね、6月の12日現在で376人の新規感染者数ですね。ですから、ほとんどこう変わってないんですけれども、他のヨーロッパの国々などと同じようにですね、今後ずっとこう下がっていくだろうっていうふうに思われます。というか下がっていただかないと困るんですけどね。ですね、ちょっと話を戻しまして、このポーランドなんですけれども、そのクラクフという町はですね、ここですね、ここはワルシャワという首都がありまして、このクラクフというのは南の方なんですね。でよく東京、日本のですね、東京と京都というふうによく置き換えられるんですね。よく非常に似てるんですね。例えばですね、東京は第二次世界大戦の時に焼け野原になりました。ワルシャワもですね、第二次世界大戦の時に焼け野原になりました。京都は米軍がですね、あそこは重要文化財だから、その叩くなと、爆撃するなということで、もう余裕ですけどね、爆撃を免れました。クラクフもですね、ナチスのこの辺の本部があったんですね、クラクフの町に。なのでクラクフ自体はナチスの本部があるので誰も攻撃しないわけですから、ここもいわゆる戦火を免れたんですね。そういうふうに、よく似たような感じで言われる、そのワルシャワとクラクフで、今回そのクラクフにある、バベルの竜のお話です。でですね、これがバベル城なんですね。クラク旧市街の中の一番南側にあって、手前にあるからこれビスワ川っていうんですね。でこのバベル城っていうのはですね、ちょっとした小高い丘の上にあるんですけども、その丘の下にあるところですね。そこにバベルの竜っていうもの、像が立ってる、これ観光スポットですね。これがバベルの竜ですね。上にあるのがバベル城ですね。でこのちょうどほとんど一番下ですね、川の水面と同じぐらいの高さのところに、このバベルの竜がございます、像がございます。でですね、この竜の伝説ですね、もうポーランド昔話になるんですけれども、これはですね、この辺り一帯のそのバベルの丘のですね、中の洞窟の中に竜が住んでいたと。でその竜がですね、田畑とか家畜とかを荒らしてですね、しかも人間まで食べていたと。特に若い女性がお気に入りだったと。どういう竜やねんということなんですけれども、でですね、困った王様と村人はですね、毎月一人若い女性を竜の洞窟に置き去りにすることで、本当生贄ですよね、村の平静を保っていたと。ところがですね、毎月毎月女性が減るわけですよね。で最後の、とうとう最後の一人の女性になった時、その女性というのが王様の娘さんだったんですね。王女ですね、王女しか残ってない状態になったわけです。でですね、王様困ってですね、その竜を退治した者には自分の娘と結婚させると、つまり王位を継承させるというお触れまで出したんですね。でいろんなところからですね、勇者が集まってきたんですけれども、火を吹く竜の前には誰も勝てなかった。でところがですね、この同じ村に住んでいる靴職人がですね、じゃあ私がやりましょうということでですね、羊に、その硫黄をたっぷりと詰め込んで丸々と太らせた、そんな羊をですね、その竜の洞窟の中に投げ込むわけですね。そうすると竜はその羊をペロッと食べるんですけども、中身は硫黄ですから、お腹は痛くなるし、喉はヒリヒリ、そして大変な状態になるわけです。でそこで、先ほど言ったビスワ川があったと思いますけども、出てきて、洞窟から出てきて、その川で水を飲むんですね。で飲めども痛みは、硫黄ですからね、収まるわけはないんですけれども、あまりにもたくさんの水を飲んで、ビスワ川の水が半分になるぐらいまで水を飲むわけですね。ですで、あまりにも水を飲みすぎたので、最後には竜の体が破裂して、死んでしまうわけですね。そこでその先ほどの靴職人は、王女様と結婚されて、その後末永く幸せに暮らしましたとさっていう、こういうお話なんですね。でですね、その時の王様の名前がクラクスっていうんです。そうなんですね、そこから取った名前、その町の名前がクラクフというふうになったわけなんですね。でその竜の洞窟というのがですね、現存していて、そして観光できるんですね。それがこちらなんですね。先ほど申しましたように、バベル城の下にある洞窟なので、バベル城のところから
入っていくんですね、まあ、有料ですけれども、これ入って螺旋階段を降りていくとこういう洞窟が中に広がっているわけですね。で、まあ、少しあるそんなに大きな洞窟ではないんですけど、それで少し歩いていきますと、まあ、ちょっと端折りますけどね、まあ、ここは出口になっているわけです。でこの出口を出たところに、先ほどのこの竜の像があるわけなんですね。でですね、まあ、こういうことがこういう伝説がずっとこう伝えられてきておりますので、この竜というのはですね、クラーク府の中ではマスコット的な存在になっているんですね。ですから毎年6月になりますと、クラーク府ドラゴンパレードというのがありましてですね、まあ、こういう、まあ、日中はですね、出汁を引いて、まあ、2日間ぐらいにわたって行われると思うんですけれども、出汁を引いてこうみんながこう旧市街の中を練り歩くんですね。で夜になりますとですね、こういうふうにですね、この花火が豪華に打ち上がると。真ん中に浮いているのはですね、竜の形をかたどった、まあ、バルーンですね、アドバルーンみたいなものですね、まあ、そういった感じでですね、その皆さんドラゴンを楽しんでいらっしゃるという、まあ、そういう状況なんですね。クラーク府の旧市街観光をするときにですね、まあ、皆さんも日本語ガイドさんと一緒に回られると思うんですけども、旧市街の中は徒歩、車は入れないので徒歩なんですけれども、バベル城の観光がついているものとついていないものがあるんですね、まあ、私ども春風旅行室では必ずつけておりますけれども、ついてない場合もあるので、まあ、その辺をよく確認していただくことと、それからその竜の洞窟を通って下に降りるっていうのはまた別になるので、ある程度時間がかかるんですね。ですのでその時間的なものもこうちょっと調整していただくような感じで、もう最初からそこへ行きたいっていうのであれば早めにご連絡いただければいいと思いますし、まあ、当日でも多分ガイドさんはフレキシブルに何とかしていただけると思います。でですね、この竜なんですけれども、定期的に火を吹くんですよ。こうガオーって吹くわけですね。でですね、時間を合わせてですね、このちょうどこう出てきて、洞窟から出てきたところで、まあ、ちょっとこう待っていて火を吹く、まあ、これをですね、例えば写真であったり動画であったりすると、まあ、かなりインスタ映えするような、そんなものが撮れると思います。まあ、クラークもですね、結構人気で、いつもこうたくさんの人が混み合っているような状況なんですけれども、この洞窟観光に関しましてはですね、4月から10月の間しかやってないんですね。冬はやっていないので、まあ、この洞窟観光、これは見られますよ、これは冬でも見られますけれども、洞窟観光に関しましては4月から10月の間だけというふうになります。今回はですね、このポーランドでも一番人気の町クラーク府のバベル城ですね、そのバベルの麓にあるバベルの竜の伝説と、まあ、それにまつわる観光スポットをご紹介いたしました。今年はですね、ちょっとそのいろんな問題がありますので、まあ、8月とか9月とか10月ぐらいになるかなというふうに思いますけれども、もしポーランドに行かれてですね、クラークに行かれる際にはバベル城のその竜ですね、その洞窟などもご覧いただければ、まあ、より思い出に残るポーランド旅行になるのではないかと思います。それではチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。